皆さんこんにちは。本日はお集まりいただきましてありがとうございます。そして配信をご覧の皆様、いつもサポートありがとうございます。サポートしていただいている企業の皆さん、そして何よりもなでしこジャパンを日頃から応援していただいているファン、サポーターの皆様に我々を応援していただいたことを感謝申し上げます。本日パリオリンピックメンバーを発表させていただくわけですが、まあ、我々なでしこジャパンは昨年アジア二次予選を勝ち抜き、今年の2月に DPR コリアとアジアの2枠、そのうちの1枠を勝ち取るためのホームアンダーウェイの戦い、厳しい戦いをなんとか勝ち進み、パリオリンピックへの切符を手にしました。まあ、本当に選手は日々成長してくれましたし、その中で昨年のワールドカップを終えて、いくつかの活動、そしてアジアの予選を経てここまでたどり着いた、まあ、そういった気持ちです。そして今日発表させていただくメンバーだけでなく、日頃から女子サッカーをサポートしていただいている、またここに選ばれなくとも一緒にこれまで女子サッカーを支えてくれている方々、そしてプレーヤー選手の皆さんの日頃の活躍、成長、本当に嬉しく思って感謝しております。ありがとうございます。まあ、私が率いているなでしこジャパンは女子サッカーの中ではトップのカテゴリーというわけですので、そのなでしこジャパンが世界大会、国民の関心の高いオリンピックで活躍、躍動することは、女子サッカーの発展、普及も含めて、とても大きなものだと、そういった覚悟で、感じて、責任とともに、日頃感じております。そして今日発表するメンバーとともにオリンピックを戦うことに、私自身大いに楽しみにしてますし、自信もあります。その中でこれからの活動も含めて MS&AD カップ、そして直前キャンプを踏まえて良い準備をして戦っていきたいと思ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ゴールキーパー山下彩香、以上の22名でパリオリンピックを戦っていきたいと思っております。皆さんよろしくお願いします。オリンピックは暑いところで中2日の間隔で、まあ、しかも18人で挑まなきゃいけないというところで、ポジションごとのバランス、ポジションの構成、人数構成を注目したんですけども、ウィングバックだったりサイドバックをできる選手はちょっと薄めなのかなという印象なんですけど、そのどういう判断で、ポジションごとのバランスを考えられたか、そのあたりの考え方を教えてください。はい。もちろん中2日でタフな試合になるというのは覚悟してまして、まあ、その中で選手をどういうふうに起用していくか、もしくは何かあった時にどうしていこうかという想定は、もちろんスタッフも含め我々で議論してきた部分です。で、おっしゃる通りサイドの選手というところはどういうふうに起用していく、まあ、そういった部分ではこれまでの活動の中で、まあ、試合以外のところでもテストというか、そこでプレー、そのポジションでプレーすることもできますし、またシステムによっては攻撃的なサイドの選手、または守備的なサイドの選手、ディフェンスの選手がこうサイドをやれたり、または攻撃的な中盤で登録している選手がワイドウィングバックですとか、外のポジションをやれたりですとか、そういったポリバレント性、そういったところも考えて、これまで積み上げてきたものを共有している部分では
対応できるのかなという判断で、こういうメンバー構成、ポジション構成になった次第です。最終的に、メンバーを決断したっていうのはいつになるのかっていう点と、あとワールドカップ時に、トレーニングパートナーだった、古賀選手と、谷川選手がこのメンバーに18人の狭い枠に入ってきました。彼女たちの成長について、どういう手応えを感じているのかについて教えてください。はい、まず初めの質問のいつ決断したかという部分では、まあ、いろいろな手続き上のこともありますので、今朝というわけではなく2日前に、チームスタッフのミーティングを得て、で私自身、最後の決断をさせていただいて、まあ、決めたタイミングといえばそういった、まあ、タイミングにはなります。そして、今お話にあった2人の選手、古賀選手、谷川選手ですけども、古賀選手はワールドカップの帯同の後を含めて、まあ、所属チームでもしっかりとプレーして成長を、自分を成長するために海外のクラブに所属して試合にも関わり、また我々のなでしこの活動ではトレーニングもしくは国際親善試合の中で、彼女の持っているディフェンダーの強さ、またスピード、そして、ボールを持ち運べるですとかビルドアップをに関われるだとか良さが見えてきましたので、今回の18人に選ばさせていただきました。まあ、また谷川選手も持っている爆発力というか、パワーもそうですし、見ているところもそうですし、まあ、そういった部分のさまざまな、その2人以外でも特徴ある選手があると思いますが、年齢に関係なくしっかりと武器を持っている選手と判断したので、メンバーに入る、そういった18人の中に入った、まあ、そういった流れの考えです。先ほど古賀選手、谷川選手の成長についてのお話ありましたけれども、彼女たちが去年のワールドカップから1年でトレーニングパートナーという立場からしっかりと戦力として代表に加われたというところで、なでしこジャパンの未来というところを考えても大きいのかなと思うんですけど、そのあたり監督のお考えを聞かせていただければと思います。はい、まあ、彼女たち2人だけではなく、日本女子のサッカーも WE リーグも始まり、3年前21年から WE リーグが始まり、またそれに伴ういろんな環境や意識の変化、また目標設定など女子サッカーを取り巻く環境というのを含めて、未来というものをしっかりと作っていかなければいけないなというふうには思ってますし、またその2人の成長のみならず、年齢に関係なく日々選手たちは成長していってくれてますし、またその成長のスピードを落とさぬよう我々もサポートできればなというふうに思ってます。佐々木委員長に一つ、はい、確認の質問になってしまうんですけれども、18人プラス4人のバックアッパー、バックアッパーは、初戦前に限って入れ替えが可能な選手という認識で規定ではあると思うんですけれども、東京オリンピックではその直前になってその22人の中から18人を選べるという運用に変わったと思います。で、今回は、現状では、そういった規定はないと思うんですけれども、今どういったこう情報があってどういう認識でどういう可能性を考慮しているのか、協会として把握しているのかということについて教えていただけますか。現状皆さんの今情報が来ている中でしか今確実な情報はないんですけれども、いずれにしてもバックアップの方については、まあ、大会期間中に怪我した場合の変更ができますので、まあ、帯同については全18名と一緒の行動ができる、まあチャージ等も準備もしっかり整えるというような形になってますので、まあ2大会ぐらい前よりも孤立感がなくチームとして活動ができるということではあるんですけども、まあもう一つの詳細についてはまだその22名から
常にどの試合も18名を選択して出れる出れないとかいうことの部分はまだ決定してませんので、はい、そういったところですね、はい、よろしくお願いします。先ほどまあそのポジション構成もありましたが、改めてこのメンバーを選ぶ上で基準にしたこと、大事にしたことだったり考えたことっていうのをこのメンバー構成に込めた思いを教えてください。あともう一点は主将について、これまでずっと熊谷選手が務めてきたと思うんですが、主将は熊谷選手なのかどうかというところを教えてください。はい、まず一つ目の部分の前に、キャプテンの話で言いますと、今発表があり本人とこう話しているわけではないので、こちらからは意思の確認とかそういった部分はしてないですけども、このチームをずっとこう引っ張って、戦ってきてくれている熊谷選手に、またチームをまとめてもらおうかなというふうには考えています。あとあれ2つ目なんでしたっけ。そうですね、はい、この18名プラス4名、私は22名というふうのくくりで、オリンピックを戦っていこうというふうに考えていますし、その22名を選ぶ上では、もちろん一人一人の持っている力というものを出し切れる選手、それが第一にありますし、またオリンピックという中2日で戦う中でタフさも求められますので、そういった個人のタフさもそうですし、グループとして、チームとして戦い抜けるタフさ、そういったこれまで積み上げてきたものも重視したのも確かです。その中で、さっき一番最初に言ったように自分の持っている力を出しつつ、また仲間の力も引き出せる、プレー面ピッチ上はもちろんのこと、それ以外のことでもチームのために献身的にプレーできる、動ける、そういった部分も考えるポイントにもなりました。あとはグループステージで戦う上でどういうふうに戦っていこうかとか、そういった戦術的な部分でのまたポジションバランスも含めて、本当にこの22人を選ぶ、また18人を選ぶ作業というものは、監督の仕事とはいえ、厳しいものはありました。大会の目標についてお伺いしたいんですが、選手ここからは金メダルという力強い言葉を伺うこともあるんですが、改めてこうチームとしてのこの大会パリオリンピックのこう目標設定、どこに設定していくのか教えていただけますか。はい、選手からもそうですし、アジアの最終予選 DPR コール戦を勝ってじゃあパリの切符を手にした時も、ここから先はオリンピックの戦いの中でやはり戦うならば頂点金メダルを目指そう、そういったことは選手にもと話したこともあります。ですけども、この12チームで戦うというところではグループステージも厳しい戦いになると思いますし、ノックアウトステージに行ってももちろん強豪国と戦うので、まずは目の前の一試合一試合をしっかりと戦い、そしてその先にある金メダルというところを目指していきたいと思っています。ワールドカップでは選手スタッフを含めて50人ぐらいと結構大規模な帯同できる状況だったと思うんですけれども、それに比べて今回のオリンピックというのはどういった制限があって、その中でどういったグループスタッフワークを見せていきたいかということを教えてください。はい、おっしゃる通り、オリンピックレギュレーションの中で、ワールドカップよりもベンチに座れる人数も制限されていましたり、2戦目ですと選手村に入る予定、パリでの試合では、そうなるとまたそこでの活動といいますか、スタッフの出入りの制限、いろんなこともあるので、そういった意味では、これまでもそうですけども、これからもどういったことが起こるかのシチュエーションのミーティング、またはそういった部分での
準備というのをしっかりと進めていってる最中です。まあ、実際、国際親善試合ではベンチに入れる人数をオリンピックと同様の人数で戦ったりですとか、スタッフの動きなどはこうシミュレーションもできた部分もありますので、まあ、そういった経験も生かしながらやっていかないといけないと思いますし、また各それぞれスタッフの高い能力がありますので、信頼していますので、そういった部分では自分の役割または必要であれば他のことも助け合いながらスタッフワークよく戦っていきたいと思っています。まあ、池田監督はキャプテンとして考えている熊谷選手の、まあ、改めて五輪での期待というか存在感への期待と、佐々木委員長も監督をやられている時に熊谷崎選手のことをと一緒に戦ってきたと思うんですけども、今の姿っていうところを踏まえた上でどのような本番での期待を描いているかということをそれぞれ教えてください。はい、熊谷選手に期待していること、またキャプテンとしてもそうですし選手としてもですけども、やはり彼女の経験というものはこのチームにも大きな財産だと思いますし、またそういったことをこのオリンピックのいろんな想定外のことが起きた時でもいろんな対応もしてもらえるし、若い選手また年齢に関係なくフラットにコミュニケーションを取りチームを引っ張って、もらえればなというふうに思ってます。はい、熊谷崎選手は、15歳の時に初めての JFA が女子のナショナルトレ戦というアンダー15を開始した時に北海道に来ていました。その時に出会って非常に元気な子だなと思いながら、どこに高校入るのって言ったら常盤木です。そういった意味でもこう関心を高めていたら本当にすくすくと伸びて、その中でも代表を早く感じさせてあげた状況から本当にアンダー20の代表選手でキャプテンをあり、その後 A 代表のなでしこジャパンになり、本当に見た目の通りイメージ通り本当に自分にも厳しく非常に周りにもしっかり鼓舞させる、非常に資質的には本当にキャプテンというのも逸材だなというところもありながらですね、それが本当にここまでしっかりと海外等も経験しながらですね、よくやってくれたなというような思いで、僕自身も今回の選ばれるということについても本当に個人的にもなんか嬉しく思ってる一人ですね。はい、僕はあんまり選択権なかったのでワールドカップをご覧になった後にテレビでなでしこジャパン全然ご覧になってないファンの方もいらっしゃると思うんで、そういった方にちょっとお伝えしたいなと思ってるんですが、ワールドカップの後にトレーニングによってなでしこジャパンどこがこうパワーアップしたとかですね、新しい若い選手が加わってどういうふうに魅力が加わって、またこういった強い相手に戦えるんだというような、そういった手応え、監督からお伝えいただけますか。お願いします。はい、ワールドカップを終えてまたいろいろな取り組みですとかさらに成長しようというところで、もちろんアジアの予選もありましたけども、これまで戦ってきている中で、まず選手たちとともにこう作り上げてきた積み上げてきたものは、なかなかこう伝わるのは難しいかもしれないんですけども、選手のピッチ内での解決能力、また選手がピッチで悩まずに思い切ってプレーできる、そういった部分はやれることの多さといいますか、そういった部分はこう増えてきたので、そこはなかなかこう見てパッと分かることかどうかは分かりませんけども、そういった部分はこの短い期間の中で積み上げてこれたかなとは思ってます。またそういった部分ではなくて、まずは選手たちがピッチ上で躍動して本当にこうサッカー
を楽しむというか、オリンピックの舞台で自分の大好きなサッカーをプレーしてみんなの心を動かせる、まあ、そういったはつらつとしたそういう姿はぜひ届けられたらなというふうに思ってます。初戦がチャンピオン、昨年のチャンピオンということで、どのようにそのグループステージをマネジメントされて考えたのか、ちょっと具体的に教えていただければと思います。はい、まあ、対戦順でいうとスペイン、ブラジル、ナイジェリアという部分で中2日でこう戦っていく中で、やはりグループステージの初戦の大切さっていう部分、その勝ち点のしっかり取っていかなければならないという部分、またそれと同時に、まあ12チームで3グループなので3位通過までが通過できる、まあ、そういった中で勝ち点を積み上げていく手堅さみたいなものもこう考えていかなければいけないなと、まあ、そういった部分で、まあ、もちろん初戦が終わってそれによっての第2戦、まあ、いろんなパターンを考えなければならないですし、実際どういうことが起きるかということも踏まえて、まあ、まずは初戦をしっかりと迎え撃つという部分と、3戦通してでのグループステージを勝ち抜けるプランというのを、そういった部分の総合的な考え、まあ、そういった部分を練っているという、まあ、そういったのが現状です。ありがとうございます。佐々木院長お願いします。ロンドン五輪 の、 銀メダル、から佐々木さんもまた戻られるということになると思いますが、グループステージそれからファイナルに向かって、道のりで何か思い出されること、それからどこがポイントになったかとか、まあ、アドバイスできるようなお話があれば教えてください。はい、僕が率いてた、まあ、メンバーは、まあ、その前に2011年のワールドカップでかなりもう熟知した選手たち、そしてチームだったので、まあ、ちょっとこう今回の選んだメンバーにとはちょっと違うかなとは思ってますので、それは同一ではないなとそれは感じております。本当に前回の、池田監督が率いるメンバー、ワールドカップにおいても平均年齢的にもかなり出場国でも低かったんですけども、今回さらに10代が入ったことによって、今回のパリ五輪もかなり年齢的に平均年齢が低いんじゃないかな、まあ、でもそういった意味でも若さが非常にパワーアップするにあたっては、まあ、第1試合大変だ、非常に重要だとは思いますけれども、やはりもうキャンプインからもう元気に若々しい、もうパリ五輪が楽しみだぐらいな雰囲気を多分池田監督が作ってくれると思いますし、その勢いの中で、パリ五輪に入っていただくのがいいのかなと個人的には僕は考えております。はい、まあ、僕が引いてたのはもうかなり僕がなんだかんだって言わなくても、もうかなりベテラン系が充実したチームになってましたので、まあ、比較にはちょっとならないかなというのは感じます。はい、メンバー選びやはり18人厳しいということをおっしゃいましたが、もし教えていただければどのセクション、どのポジションを選ぶ上で一番考えたのか、そういったある意味この切り捨てる作業というふうにも捉えられますが、どの点のこう心の葛藤というか苦悩をもし教えていただければ教えてください。よろしくお願いします。はい、まあ、選手選考いろんな角度から考えなければいけないという部分もありましたし、まあ、ポジションの部分では、まあ、サイドの選手、一番最初の質問のところにありましたけども、どういうふうにタフな中2日のゲームをやっていくのに戦っていくことができるかなどの選手のローテーション、もしくはそのポジション適性も含めて考えたのもそうですし、また高さ速さ、まあ、タフな日程的なタフもそうですし、試合の相手との中で
フィジカル的な強さを持った選手をどういうふうに入れようかですとか、まあ、本当にそういった多方面から考えた上で、何を取るか、そういったことの中で最後はこのメンバーを選ばさせてもらったと、まあ、なかなか答えにはならないと思いますけども、はい、いろんなことをこう考えながら、まあ、切り捨てるというよりかはいろんな選択肢の中からメンバーを選んだ、そういった流れでした。フォワード陣で浜野選手は昨年のワールドカップはちょっと怪我もあってほとんど出られませんでしたけれども、その後の彼女の成長と、それから最終的にはこの間のニュージーランド戦後半から出て立て続けに同点逆転と決めましたけれども、あの試合がやっぱりメンバー入りする上での決定的な要素になったんでしょうか。そして大会で期待する、彼女に期待することをお願いします。はい、浜野選手はワールドカップの時には本当に彼女本人も悔しい思いをしたと思ってますし、まあ、その後海外、まあ、チェルシーの方でプレートレーニング成長してくれたのももちろんこうスタッフ含め追ってました、まあ、その中で彼女の良さであるしっかりとした技術もそうですし、運動量からのこう飛び出す2列目から飛び出したり持ってるアイデア、まあ、そういった部分はこのチームにも力になってくれるのかなというふうに思ってましたし、まあ、その中で代表活動を招集しトレーニングの中でも力を見せてくれました。で、おっしゃる通りニュージーランド戦の2得点という部分はありましたけども、まあ、そこがその点がじゃなかったらじゃあこの場にいないかといったらまたそこはまた違った考えにはなると思いますし、まあ、彼女のこの成長、そしてこのチームでオリンピックを戦っていく上で、良さがチームの助けになってくれるんじゃないかと、まあ、そういった判断の中で今回のメンバーの中に入った、そういった流れで考えていました。高橋花選手の印象と期待するところを教えてください。はい、まあ、彼女は主に所属チームではディフェンダー、 もちろん前線でプレーすることもありますけども、まあ、まず何よりも体の強さ、そういった部分を相手に対応した時の1対1の強さですとか、またスピード、そしてこうヘディングの強さ、そういった守備力という部分では彼女の良さだと思いますし、そして何よりも彼女の持っている明るさというものはチームに、とってとてもこうプラスになる要素、いつもチームを助けてくれる要素の一つでもあります、まあ、そういった部分も含めて、高橋選手のこの良さがこのチームに生かしてもらえればなというふうには思ってます。まあ、なでしこジャパンというふうにこう名前がついたことで団体競技はみんな活性化したという部分もありますので、団体競技に対するちょっとエールを送ってください。佐々木監督にも、佐々木委員長にもお願いします。はい、特にまだ決定してない昨日の試合はかなり応援したんですけども、女子バレーについてはですね、まあ、ぜひ一緒にパリ五輪へ行きたいと思ってますし、まあ、本当に各球技の、チームのみならずですね、まあ、オールジャパンとして、一つでも多く各競技がパリ五輪で活躍できるように一丸となって戦っていきたいと思ってますし、本当に女子の競技が出るのみならずやはりしっかりメダルも獲得するということが、まあ、男子と同等以上にですね頑張ってくれていますので、そういった意味が逆に言うと現地で、まあ、我々のパワーにもなり、お互いに励ましながらですね、オリンピックの場では声を掛け合いながらですね団結力がまた高まりますので、各もう競技がオリンピック決めたところもありますけども、とにかく真鍋ジャパンの女子バレーには個人的にも応援しております。頑張ってください。じゃあ監督、まあ、全ての競技の先陣を切っていきますので、そちらの方もちょっと意気込みを教えてください。
はい、まあ、我々の初戦25日で開会式が26日で、まあ、そういった意味ではチームジャパンとして良いスタートが切れ、そしてまた、まあ、球技のみならずこのオリンピックという中でチームジャパンの活躍でスポーツの力を本当に国民の皆さんと国民の皆さんに、まあ、勇気とそういう喜び感動を与えられるよう頑張っていきたいと思ってます。はい、ありがとうございます。よろしいでしょうか。他ございますでしょうか。はい、それではなさそうですので以上で終了させていただきます。改めまして皆さんありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。